22日、都内でバーチャルマーケット3開催発表及びメディア向けパネルディスカッション、VR から作るパラリアル市場チルダバーチャルプラットフォームに集う人々の新しいライフスタイルが行われ、バーチャルマーケット3が今週9月21日、土曜日、チルダ25日、水曜日に開催されることが発表された。バーチャルマーケットは、仮想空間上でコミュニケーションを取ることができるサービスバーチャット内の特設ワールドで開催される展示即売会。来場者は、会場に展示された 3D アバターや 3D モデルなどを自由に試着、鑑賞、そして外部サイトを利用して購入できる。3月8日から10日に開催されたバーチャルマーケットにでは、12万5000人の来場者数を記録した。イベントでは、バーチャルマーケットを主催する株式会社ヒッキー代表取締役の船越康氏が登壇し、バーチャルマーケット2の結果報告やバーチャルマーケット3の開催概要を発表したほか、ホロアイズ株式会社取締役く杉本真希氏、東京大学情報理工学系研究科講師なるみひろし氏による最新の VR 研究についてのセミナー、パネルディスカッションが行われた。パネルディスカッションでは、船越氏、ショールーム株式会社代表取締役社長前田裕二氏、KDDI 株式会社の中間和彦氏、AT パートナーズ株式会社代表取締役土佐林淳氏らが VR によってもたらさせれる未来や VR の市場的可能性について議論した。ディスカッションの中で、中間氏は VR の未来について、むしろ、リアルを追求するのではなく、バーチャルにしかできないことが多分あって、そこに期待したい、とコメント。自身の運営するライブ配信サービスショールームで VR 領域に投資をしているという前田氏は、その理由について、生まれ持った性別やあらゆる制約にとらわれずに自分の内に秘めた個性を表現できる社会にしたいと思っている、と語った。バーチャルマーケットさんは過去最長5日間の日程で開催。最多600サークルを募集している。会場は全6テーマ、15ワールドで展開される予定で。プラットフォームであるバーチャットとも連携し、バーチャルマーケット2を超える集客を目指す。